それでは始めてください。選手を紹介します。設定ナンバー1番鈴木義信選手、設定ナンバー2番山本浩二選手、創作の部絶景ナンバー10番浜田勝之選手、作品名はアクアリア水の女神、ウォッカを 25ml、 トロピカルフルーツリキュール 20ml、フレッシュグレープフルーツ 20ml、 パッションフルーツシロップ 5ml 以上をシェイクして4オンスのカクテルグラスに注ぎます。デコレーションガーニッシュはガラス付きのチェリー、ミントの葉、グレープフルーツピールを使います。創作糸、美しく光り輝く生命の源アクア、神秘にきらめく生命の水をつかさどる女神アクアリア、水の女神をイメージしてグラスに表現しました。石鹸ナンバー10番浜田勝之選手を作るアクアリア水の女神です。石鹸ナンバー11番前田勝弘選手、作品名は雪月花、日本の季節感ある美しい自然の景物、米焼酎 30ml、 桜リキュール 20ml、 ローズリキュール 10ml、 ブルーキュラソーシロップ 5ml、 フレッシュレモンジュースを 5ml 以上シェイクして4オンスのカクテルグラスに注ぎます。デコレーションはブラックオリーブ、グレープフルーツピール、パインの葉、リンゴ、粉糖です。創作糸、うっすらときらびやかな雪化粧、月夜が照らす雪の花、柔らかな風も手伝って異次元な光景を映し出す雪月花、四季折々の架空物詩、月明かりを陶器未来に夢を見せて、設計ナンバー11番前田和弘選手を作る雪月花です。